本日は文化庁令和6年度全国各地の魅力的な文化財活用推進事業公募説明会にご参加いただきありがとうございます。まもなく開始時刻となりますので、今しばらくお待ちください。なお、視聴にあたっての注意事項についてお伝えいたします。本説明会の内容の録音、録画はご遠慮ください。後日、アーカイブの配信を予定しておりますので、そちらをご利用ください。本説明会は配信プラットフォームを利用しての配信になります。皆様の受信状況に合わせて画質や音声の調整が入りますが、可能な限り通信環境の良い状態でご覧いただければと思います。まもなく開始となりますが、皆様の参加状況により開始が数十秒遅延することがありますので、慌てずにお待ちください。それでは開始まで、もうしばらくお待ちください。本日は文化庁令和6年度全国各地の魅力的な文化財活用推進事業公募説明会にご参加ありがとうございます。
まもなく開始時刻となりますので、今しばらくお待ちください。なお、視聴にあたっての注意事項についてお伝えいたします。本説明会の内容の録音、録画はご遠慮ください。後日アーカイブの配信を予定しておりますので、そちらをご利用ください。本説明会は、配信プラットフォームを利用しての配信になります。皆様の受信環境に合わせて、画質や音声の調整が入りますが、可能な限り、通信環境の良い状態でご覧いただければと思います。なお、お申し込み時にいただいておりますご質問に関しては、後日、文化庁のホームページにて公開させていただきます。また、その他ご質問がございましたら、ホームページにてお知らせしております事務局宛にお問い合わせください。また、説明会終了後のアンケートもご案内いたしますので、説明会終了後にご協力よろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました。まずはじめに、文化庁文化資源活用課、原沢祐介より開会のご挨拶をいたします。原沢様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました、文化庁文化資源活用課の原沢でございます。本日はよろしくお願いいたします。簡単にご挨拶させていただきます。我々文化庁は昨年の春に京都移転を行いました。本事業を担当する文化資源活用課は京都におりますが、日頃建造物や史跡などの文化財に関する業務を行っております。加えて京都移転を契機として文化による地方創生や文化財の活用など新たな政策ニーズへの対応を進めることとされています。また、昨年、文化庁における文化観光政策について、関係部署相互の緊密な連携を図り、総合的かつ効果的に推進するため、文化観光推進本部を京都に設置いたしました。令和6年度には、文化財の活用を図る民間人材の配置や、活用に関する相談窓口の設置、活用に関するセミナーの開催など、地域の宝である文化財について、官民連携で新しい価値を創造し、持続可能な活用を推進するための取り組みを進めてまいります。本説明会でご紹介する全国各地の魅力的な文化財活用推進事業は、その一環として国指定等文化財の上質で思い切った活用による高付加価値化を支援する事業として創設したものです。特別な歴史体験、夜間活用、ユニークベニュー活用など、富裕旅行者の知的好奇心を満たすコンテンツ造成を支援することとしています。近年の富裕旅行者の傾向として、若い層を中心にモダンラグジュアリー志向と呼ばれる層が拡大していますが、彼らは文化や独自性に重きを置く価値観を持っており、旅行には本物の体験やサステナビリティを求める傾向にあります。こうした訪日観光をめぐる変化を受けて、また文化庁が行う文化観光に関する事業としては、単にライトアップをしたり食事を提供するといった表面的な活用ではなく、地域の宝である文化財を中核に据えて、その本質的価値を伝えるような上質なコンテンツ造成を行っていただきたいと考えております。また、文化庁の事業ですので、保存に影響しないような活用、価値を損ねないような活用について、文化庁によるアドバイスを行うことが可能です。価値を守りながら、これまで活用に取り組んでいない文化財での企画や、これまでにない内容、方法で堪能できる企画など、思い切ったコンテンツ造成を期待しています。こうした活用にチャレンジいただき、補助金が終わった後も継続してコンテンツを行っていただけるように、本日登壇いただくような民間の第一線で各地方で活躍されている講師陣が、それぞれの事業に対して伴走を行う仕組みを導入しています。本日、ご関心を持ってお聞きいただいている方の中には、これまで地域に文化財活用の知見がなく、苦慮されている方、来た方もいらっしゃるかと思います。後ほど、実際に本事業に関わる講師から、活用のポイントやコーチングの実際をお伝えしますので、ぜひ安心して手を挙げていただければと思っております。最後になりますが、我々文化庁のミッションは、国の宝であり、地域の誇りである文化財を将来へと保存継承していくことです。人口減少社会にあっても、文化財はどんどん指定が増えていくものですが、今回の事業成果により、保存から活用へではなく、活用から保存への再投資というのを進め、持続可能な好循環を全国各地で創出することによって、歴史文化の豊かな京都の地から、文化庁ならではの地方創生の実現に、することを期待し、私の挨拶とさせていただきます。原沢様、ありがとうございました。それでは、令和6年度全国各地の魅力的な文化財活用推進事業について、文化庁文化財保存活用コーディネーター若林様より説明いただきます。若林様、よろしくお願いいたします。
ここからは事業概要と応募様式のご案内についてお届けします。文化財保存活用コーディネーターの若林です。よろしくお願いします。目次はご覧の通りです。10分程度でポイントのみお伝えするため、少し早足ですが、資料は後日文化庁サイトにアップしますのでご確認ください。まずは事業概要です。本事業は全国各地の魅力的な文化財活用促進事業として、文化財を高付加価値化して活用するためのコンテンツ造成を支援します。事業の背景や課題としては、高付加価値旅行者の知的好奇心を満たすような文化財の上質で思い切った活用が進んでいないことが挙げられます。そこで、今回の事業では、文化財を高付加価値化し、活用から保存への再投資を図ることによって、持続可能な保存活用の好循環を創出することを目的としています。多くの人々に文化財の魅力を伝えることで、そこで生まれた利益を文化財保存に再投資していこうというのが目的になります。事業の対象者や主な要件などはご覧の通りです。この事業のポイントは、文化財の上質で思い切った活用、特にこれまであまり活用を行っていない文化財の取り組みや、これまで行っていない内容での取り組みを推進するため、文化庁や専門家、コーチによる伴走支援があることなどが挙げられます。補助の対象となる申請者は、文化財所有者、管理団体、地方公共団体、民間事業、またはこれらで構成される協議会とします。また、補助対象となる事業は次の1から4すべてを満たすこととします。国指定等文化財には世界文化遺産、日本遺産も含まれ、それらの文化財を核として持続可能な保存活用の好循環を創出する事業であることを条件としています。要件である国指定等文化財は有形無形問わずご覧の文化財が対象となっており、日本遺産の構成文化財も対象となっています。続いて審査の観点についてお知らせします。応募書類は有識者を含む委員会においてご覧の項目に基づいて総合的に評価を行います。特にコンテンツ造成においては文化財の価値を損なうことがないよう適切に扱うことを前提として文化財の本質的価値を最大限に引き出し新たな魅力を付与する内容であるかどうかという点やこれまで活用に取り組んでない文化財でのコンテンツやこれまでにない内容でのコンテンツなど、思い切ったコンテンツ造成であることなどを審査の観点としています。また、本事業では文化財活用が表面的なものに終わらないように、本質的価値との両立の観点で助言を行う文化庁や、具体的な活用プランや資金調達などの観点でコーチングを行う専門家やコーチによる伴走支援を行います。例えば、民間などの外部コーチによる伴走支援の具体的なイメージとしては、ご覧のようなアドバイスやサポートを行います。専門的な知見を有したコーチが、事業計画や実施体制の構築、コンテンツ造成などについて、地域に寄り添いながら、目標達成に向けて伴走支援を実施します。このように、これまであまり活用を行っていない文化財の取り組みや、これまで行っていない内容での活用にチャレンジする文化財の取り組みを支援する仕組みがありますので、現時点で具体的なイメージが完成できていない方も、ぜひご応募いただけたらと思います。全体のスケジュールはご覧の通りです。応募受付は6月7日金曜日までとなっており、7月下旬頃に採択決定通知のご連絡をします。ここからは、応募様式のご案内をお届けします。本日ご参加の中には、これまでこのような事業申請の経験がない方も少なくないと思います。様式記入にあたっては、採択決定から交付決定まで、事業計画の内容についてのコーチングが入りますので、申請時点では具体的な実現可能な計画に磨き上げている必要はありませんので、ご安心ください。申請者の皆様の文化財活用の思いや展望について率直にお聞かせください。応募に必要な様式はご覧の通りです。特に応募様式 A について記入のハードルが高いと感じられる方もいらっしゃると思いますので、こちらの記入のポイントを抜粋してお届けします。A の0、交付要望書について、
着手日は採択通知日となりますので、申請時点は空欄にしておいてください。交付要望額については、様式 B の位置と額を揃える必要があるのでご注意ください。続いて A の位置、補助事業者の概要について、本事業の申請主体となる代表者についての情報を記載ください。続いて A の2、事業計画書、括弧全体です。事業内容や伝えたい文化的価値については、各項目200文字程度で、事業目的やコンテンツ全体の企画内容などを記載してください。なお、事業計画については、専門家、コーチによる伴走支援で助言が入る場合がありますので、現時点で確定した完璧な計画になっていなくても問題ありません。また、文化財活用のコンテンツ造成にあたって、古文書や資料など参照した資料があれば記載してください。現時点でない場合は空欄で構いません。高付加価値化のポイントおよび収益還元のポイントは、後ほどコーチから事例とともに詳しくお伝えしますのでご参考ください。続いて、販路開拓の項目について、申請時点では決まっていない方もいらっしゃると思いますので、申請時に分かる範囲で記載してください。続いて、具体的な指標および目標値の部分ですが、前年実績を基準として、事業終了から4年間で想定される目標値を記入してください。指標の測定方法については、対象文化財に来訪した外国人観光客数の測定方法を具体的に記載してください。例えば、入場券の販売データ、参加者へのアンケート調査などが挙げられます。続いて、A の3、事業計画書、括弧コンテンツ別です。こちらは、個々のコンテンツについて、実施場所や参加人数、販売価格など、現時点で想定している内容を記載してください。複数コンテンツ造成する場合は、シートを複製して記入してください。具体的なスケジュールは、文化財活用のための調査からコンテンツ販売までの具体的なスケジュールを記載してください。以上が応募様式 A の記入ポイントになります。続いて B の1、収支予算書です。補助金の額に上限はありませんが、補助対象経費の2分の1を限度とします。ただし、補助率の加算要件において、最大3分の2まで交付されますので、事業説明書5ページを参照して、交付要望額に反映してください。続いて B の2、支出内訳明細書です。支出内容について、補助対象経費の範囲は、事業説明書8ページに詳しく記載してありますので、ご参考の上記載してください。申請時点で購入物や委託先が決まっていない場合があると思いますので、こちらも現時点での計画で可能な範囲で記載してください。最後に応募様式 D です。こちらはコンテンツ造成事業の全体概要の資料になりますので、A の2、事業計画書括弧全体から抜粋して概要を記入してください。こちらは後ほどコーチから詳しい事例と書き方の事例をお伝えしますので、そちらをご参考ください。最後に応募期間と応募資料の提出先のご案内です。本事業の応募受付は6月7日金曜日17時までとなっております。提出先は事務局宛てにメールでお送りください。事務局では応募様式に関する質問も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。以上で応募様式のご案内を終わります。若林様、ありがとうございました。続きまして、本事業では専門人材によるコーチングによる事業サポートを生かします。コーチのお二人にご登壇いただき、文化財活用のポイント、事例紹介、事例を交えた応募書類作成のポイントについてご説明をいたします。この後は本事業でコーチングをご担当いただく予定のお二人のコーチの方にご登壇いただきます。まずはじめにお二人のプロフィールをご紹介させていただきます。お一人目、
前職の株式会社お祭りジャパンでは、全国各地のお祭り事業に携わられ、現在では無形文化を活用した観光コンテンツ開発、コンサルティング会社の株式会社アッパレを設立、代表を務められております山本さんです。以前には文化庁の文化資源の高付加価値促進事業のコーチングも担当された経験をお持ちです。お二人目はバリューマネジメント株式会社の地域創生部兼コンサルティング事業部、ゼネラルマネージャーの池上さんです。全国各地にて分散型ホテル事業の地域連携による事業開発、推進業務を数多く携わられ、その中でも日本初の木造天守での城泊事業など、地域の文化財の魅力を生かしたコンテンツ開発についてお話しいただきます。山本様、池上様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。今ですね、ご紹介預かりました株式会社アッパレの山本と申します。今日はですね、池上さんと一緒にですね、文化財の観光活用についての、よくある課題だったりとか、あるいは、それに対する、ポイント、そして、先ほどご紹介ありましたけども、応募様式に合わせた形で、サンプルにはなりますけども、過去関わった地域の、関係をですね、元にして少し作成をしてまいりましたので、その説明を、お話しできればいいかなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日のですね、大体30分程度で、私と池上さんのお話をさせていただきます。まず私の方からはですね、有形無形共通した、文化財の観光活用に関する、ポイントについてお話をさせていただきます。はい、はじめにですね、本日のゴールということで、有形の無形の文化財を活用した観光事業におけるよくある課題と課題を乗り越えるためのポイントを知り、文化財の魅力的な活用を具体的なイメージができている状態まで持っていくというのが、本日このパートでのゴールとなりますので、ぜひ、認識いただければと思います。はい。いきなりですね、ちょっとポイントに入るというのを、少し急かなと思うので、私が、過去、いろんなところでですね、無形文化のサポートさせていただいたところだったりとか、あるいは先ほどですね、文化庁の原沢さんからもありましたけども、今なぜ文化活用が必要になっているのかというところもですね、私なりに少しだけお話をさせていただきます。文化資源は保存と活用の両輪が重要ということをですね、お話をさせていただいていると思いますが、今ですね、特に文化財、これをですね、取り巻く背景というのですが、なかなか厳しい状況でございます。例えばですね、人口減少、少子高齢化による、税収の減少というところございます。そして文化財の指定と登録、これはどん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 年々増えているという状況にもなっています。で事実としてはですね、なかなか文化財自体がやはり何らかの補助金だったりとか、あるいは一部の方の頑張りに支えられているというのも事実だったりします。じゃあこれがこのままうまく進むのかというとですね、やはりどこかで無理が来るんじゃないか、相場というところで、じゃあそこのどこで活路を見出すかというとですね、やはり文化資源を活用していくと、切り開いていくというところだと思っています。これはですね、やはり文化財を次世代に安心して継承していくというための取り組みだと思っております。何もですね、例えばお金持ちのためにそれを活用するとか、あるいはお金儲けをするためにというわけではないので、このあたり、しっかり念頭にいただければなと思っております。はい、それではですね、早速観光活用のステップとポイントに入っていきたいと思います。ステップとしては全部で3つございます。まずステップ1が、事業計画ですね、しっかりプランニングをしていきましょうというところです。でステップ2が、事業計画作ったものを、じゃあ、プロジェクトとして実行をしていきましょうというのがプロジェクトステップ2です。そしてステップ3、それがしっかりどうだったかという評価、振り返りをして改善をしていく。その PDCA を回していくことによって、文化財の観光活用のレベルをアップを図っていくというのが求められていると思います。今回はですね、それぞれの事業計画、プロジェクトの実行、振り返りの改善、それぞれのステップのポイントをお話をさせていただきます。事業計画、これはですね、中長期視点での事業計画の策定と適切なプライシングと
というところと、脱コスト積み上げによる価格決定、補助金頼みというふうに記載させていただきました。何を言ってるかというとですね、まあ、この文化財をどういうふうにしていきたいか、この青写真が地域で一体となって合意形成できてますかというお話をさせていただきます。なかなかそこまで3年後5年後10年後を見据えてですね、そういったプランを作っているところはなかなか難しいんじゃないのかなというのも実情でも分かっています。ただこういうのがないと、じゃあ1年1年頑張っているけども、それはどこに向かっているのか、正しい方向に向かっているのか、こういったところをですね、しっかり旗印を作ると、そしてそのためのマイルストーンをしっかり作って、それを評価していくというポイントが必要になってきます。そしてその中でもすごい大事になるのがですね、まあ、プライシング、いわゆる値付けになります。これ文化財だけではなくてですね、まあ、日本全国の問題かなと思うんですけども、何にしても価格が安いというところだと思っています。特にまあ文化財ですね、もう国を代表するような文化財であっても500円1000円で見れたりとか、でもそれを実は補填しているものは、何らかの補助金だったりというものがあったりします。でも実はですね、それを本当に見たい人は5000円でも1万でも数万でも払っても実際に来てくれるというのもあったりするので、まず客観的な市場の価格を設定を現地調査をした上で相応の価格を設定していくと、こういった取り組みをしっかりやっていきましょうというところです。さらにはですね、そのコスト積み上げの価格決定からさらに原資のところになりますけれども、まあ、補助金に頼らずにですね、新しいいろんなパイプを作っていきましょうということをお伝えしたいと思います。それは例えばクラウドファンディングだったりとか、ふるさと納税、いろんな形の活用の仕方があります。これを今からでも一歩一歩やっていくというのが必要になってくるかなと思っています。次が、ステップ2になります。プロジェクトの実行というところで、こちらはですね、3つに分かれています。体制の構築、そして制作の管理、まあ、コンテンツの制作です。そして発信と販売というところで、それぞれお話をさせていただきます。まず実施体制というところで言うと、これはもうとにもかくにもですね、多様なステークホルダーを巻き込んだ実施体制の構築、そして人材の確保と育成が必要になってきます。特にですね、事業の設計、企画の段階、まさに本事業を申請するタイミングからですね、これはどちらかに偏るという話ではなくて、やはり地域で一体となって座組を組むというのが必要な話かなというふうに思っております。その中でも特に必要な人材として3つほど書かさせていただきました。1つ目がですね、コンテンツ、クリエイティブですねだったりとか、イベント制作の運営の経験ノウハウ、これが豊富にある、内部の方がいればいいんですけど、外部人材というのも積極的に登用いただきたいなというふうに思います。特にですね、コンテンツ造成をディレクションする、これ必要に大事です。例えば1万円で物を売ったことがある、1万円で体験を売ったことがある、その1万円ってどんな中身が必要なのか、それは室内もそうだし、お食事ももちろんそうですけど、文化的な価値もどういうふうにする、用意をするのかというところも必要です。そして2番目が継続的に事業を行うという上で、運営の実務者、これを誰にするのか、これを最初から巻き込んでないとなかなか難しいところになるので、しっかり運営の実務者を決めてその人たちを入れる。そして3点目ですね、特に文化財の観光活用に関しては、ガイドの役割が非常に重要になってきます。その中でですね、富裕層向けのガイドが可能なプロのガイドの人材の育成だったりとか、ガイドのレベルをアップするためにクオリティをチェックしたり、あるいはマニュアル作成というのも必要になってまいります。そして、制作実施というところでコンテンツでございます。これですね、私がもう声を大にして言いたいなと思っているのが、実現性より再現性という言葉、これだけでも覚えておいていただきたいなと思っております。何を言ってるかというと、例えば頑張って補助金を取りましたと、で地域一体となってしっかりやりました、ただみんな疲れてしまって次年度以降何も残らなかった、これでは何のためにやったかよく分かりませんというのが、実はいろんなところで散見されてるかなと思います。そうではなくて、しっかり地域のリソース、これを考慮した上でコンテンツを作るべきというところに立ち返らなきゃいけないなと思っております。そのためにですね、来訪者の目線に立った魅力ある文化財のコンテンツを造成するというところで、ターゲットをしっかり確認をしましょう。しっかり、
焦点合わせましょうというところと、コンテンツ造成実施のところではですね、文化財の本質的な価値を生かして顧客体験価値の高いコンテンツをしっかりどうやったら作れるか、表面的にならないものをどうやったら作れるか、そしてコンテンツを作ったものをですね、地域が負担なく運用オペレーションができる体制をどうやったら作れるか、そしてもちろん PL 収支ですね、これを見て、あ、これだったら毎年やってもいいなというところをコンテンツ作りとしてもしっかり設計をしていかなきゃいけない、こういったところが必要になってきます。そして付帯コンテンツの開発というところで、まあ、こちらは、まあ、例えばお土産みたいなものなんですけども、公式商品というものも開発もあってもいいんじゃないのかなというところでお伝えしました。はい、最後ですね、発信と販売の部分になります。こちらは何といってももうスマホ時代になりますので、ウェブだったりとか SNS、これを制作だったり運用して、まあ、動いているというのはもうスタート地点だというふうに思っております。そのためのデジタル化、情報発信の見直しだったりとか、ターゲットに合わせた販売チャンネルの設定設計が必要になります。情報発信でいくとですね、特にそのただ作っておしまいじゃなくて、しっかり分かりやすく見てもらえる、そのための情報の取捨選択だったりとか、特に画像や動画を、まあ、多用したような見せ方ですね、こういうのをしっかり、設計できてますかと。それだけじゃなくて広報の戦略、あるいはメディアプロモート、ブランディング、こういったところもしっかり練り込まないと、なかなかその文化財の価値は上がっていきません。こういったところをしっかりやっていきましょうというお話です。そして最後、販売チャンネルですね。これはですね、まあ、コンテンツを作ったものに対してターゲットに合わせて販売チャンネルをしっかり開拓していきましょうと。OTA の場合もありますし、ホテルのコンシェルジュに言ってもらう場合がある、あるいは旅行会社と連携してツアーに組み込んでもらうこと、これをしっかり営業活動していかないと、なかなかただ掲載するだけだと売れなかったりします。なのでどうやって掲載をして集客をしていくか、こういったところの動線設計も必要になってきますというお話をさせていただきました。これらをですね、コーチングとしてはぜひ伴走支援をさせていただきたいなと思うので、一旦共通のポイントとしてお話をさせていただきました。ここからはですね、特に、まあ、流形の文化財のポイントというところで池上さんにバトンタッチをしたいと思います。こんにちは。先ほどご紹介いただきましたバリューマネジメントの池上です。本当によろしくお願いいたします。私の方からは有形文化財の活用におけるポイントということで、まあ、先ほど全体のポイントを山本さんの方からご説明いただきましたが、まあ、特に有形の部分に関しての補足説明と申しますか、まあ、そういったものをご紹介できればと考えております。で、こちら有形文化財活用におけるパターンということで、大きく2つあると考えておりまして、回収を伴うものと伴わないもの、この2つがあります。で、今回この事業においてはターゲットとしては回収を伴わないもの、初期投資が比較的少なくて、でまた時間も比較的かからないもの、それをしっかりとまずは高付加価値化していくという、まあ、そういったご説明ができればと考えております。で、もう一つのやはり回収を伴う部分に関しましては、初期投資のコストがやっぱり非常に大きくなったりとか、またすごく長い期間での、事業の計画実施、そして、事業化までの時間というものも大変かかってきますので、今回は、ターゲットからは外させていただいている形になります。で、詳しく、こちらのご説明をさせていただきますと、回収を伴わない場合、有形文化で使うどうやってというところがあるかと思いますので、まあ、深く、そこまで考えなくても大丈夫ですよということをまず最初にお伝えしたいなというふうに思います。で、有形文化財の価値を伝えるための付加価値をいかにつけていけるかというところが、活用におけるポイントであるというふうに、考えておりまして、大きく3つ、ストーリー、シナリオ、歴史、文化ガイド、追加設備ということで書かせていただいております。こちらですね、まず1つ目なんですが、やはり有形文化財、この場所で体験する意味、価値みたいなものは非常に重要です。ただ、そればかりにとらわれてしまうと、なかなかこう造成をしていくのが難しくなると考えておりますので、まあ、そこを線であったりとか面、いわゆるストーリーとして考えていくことで、その中の一つとしてしっかりと価値を伝えていくことができれば、しっかりとこの有形文化財の価値をお伝えすることができる、そういったものになってくるかなというところが一つ。
重要なポイントかと思います。そして2つ目です。その中でもただしっかりとこの施設を活用する、この有形のものを活用するということの、やはり価値をですね、正しく伝えることは一方で非常に重要だというふうに考えておりますので、正しくそういった価値を伝えるためのガイド、機能というものが非常に重要です。まあ、先ほど山本さんからもお話がありましたが、やはりいかにどう伝えていくのか、どう興味を持っていただくのか、まあ、ここがやはり最終的には、その価値上げにつながってまいりますので、ここは重要なポイントとして押さえていただきたいと思います。そして3つ目です。追加設備と、ありますが、こちらは、やはり貴重な文化財になりますので、簡単に改修を行ったりですとか、まあ、例えば、まあ、ちょっと何か止めるのに釘を打つみたいな、そういったことが行われてはやはり文化財の価値が下がってしまうということになりますので、本末転倒です。では、そこに改修だったりとかっていう形で大きく手を入れるのではなくて、では追加の設備というものを付加していくことで、その価値を補って、その部分の機能を補っていきましょうというような形で考えていただくのがいいかなというふうに思います。そうすることによって、そこになくてもですね、しっかりとその価値を保管することが、まあ、可能になりますので、少し柔らかい発想の中でお考えいただけるといいものが作っていけるのではないかなというふうに思います。そして、まあ、参考ということで、改修を伴う場合ということになります。先ほど山本さんからご説明のあったポイント、そこがですね、網羅されているんですが、その中でも特にというところで、やはり地域の合意形成というものがより重要になってきます。しっかりと地域の機運を高めながらやっていくということがすごく大事になったりとか、事業計画においてもやはり長期的な計画で途中で頓挫することがないものにしていくと、大きな、初期投資というものがかかりますので、どういった形でそれを、集めていくのか、まあ、そういったことは非常に重要なポイントになってきます。これに関しましては、文化庁さんの別の事業でまた支援をさせていただいておりますので、ぜひ、こちら社にありますけども、こういったところをお考えの方は、改めてですね、お問い合わせいただければと思います。で、文化財の、文化財の観光活用の考え方として、やはりその中で、先ほどの無形有形にかかわらずですね、やはり重要なことというのは保存と活用、これがお互いにいい効果を及ぼし合うウィンウィンの関係性を作っていくということを前提に考えていくことが非常に重要で、体験者にとっては魅力的なコンテンツであり、またその魅力的なコンテンツ、満足の高いものが、さらに文化財の価値を上げていく、そして次の、継承につながっていくという、このサイクルを常に意識しながら、まずはコンテンツの造成、をご検討いただければと思います。で、もう一つポイントとして、やはり高付加価値旅行者の考え方、これをしっかり押さえたいなというふうに思っています。ターゲットはやはり明確にした方がいいというふうに考えておりまして、この、まあ、先ほど原沢さんからのお話もありましたが、モダンラグジュアリー層、まあ、そういったどういう方々なのかってなった時に、やはり文化や、独自性、そういったものに重きを置く価値観を持っていること、まあ、リスペクトがあるということ、まあ、そういったところが非常に重要だと思いますし、また知的好奇心だったり探求心、旅行に対して期待することっていうものですね、そこがやはり明確にこの文化であったりとか、伝統、自然、歴史、まあ、そういったものがあるということ、それによってインスピレーションが得られるということ、ここに価値を覚える、まあ、そういった方々をターゲットにしていく、その方々がじゃあ喜んでいただくためにはどういったものを作っていくのか、例えばやはり高付加価値になりますと、やはり単価みたいなものも、価格も上がってくるんですけども、まあ、そこを快適性ばかり重視することではなくて、やはり希少性であったりとか、ここでしかできない、ここでしか体験できない価値というものをやっぱり重視していくこと、まあ、この考えというものもしっかりと忘れることなく、をしっかりと表現していくことが、各いろいろなエリアで独自性を出しながら価値を発揮していくための重要なポイントであると考えます。はい、で、まあ、有形という話をしましたが、最後に有形無形というものを、これを、まあ、あえて切り分ける必要は実際にはないかなというふうに考えてまして、それぞれがやはり引き立て合うと、でやはり一つの地域 の歴史文化の中で生まれた有形のものであり無形のものであるという意味ではつながっています。ですので、こういった有的的な関わり合いというもの、これが価値を高めていくということを前提に、いろいろと磨き上げをご検討いただければいいものが
やはり生み出していけるんではないかなと思います。では一旦アドバイスという部分での、解決のポイントは以上になりまして、引き続き、事例の紹介をさせていただければと思います。まあ、こちら先ほど山本さんからもお話がありましたが、まあ、あくまでも私どもが、まあ、今まで経験したことを、ね、造成してきたものっていうものを参考にしながら、サンプルという形で、作成をさせていただいているものになります。でそちらをですね今回の応募いただく様式に沿った形で一度作成をしてみておりますので、そういう意味では資料作成における参考にもなれば幸いです。ではご説明をさせていただきます。まずは私の方からこちら広島県の竹原地区の、事例を説明させていただきます。であと後ほどまた山本さんの方からも事例の方を説明をいただくことになります。ありがとうございます。では、失礼いたしました。私の方からは充電建築でのマルシェイベント実施による町並み活性化機運醸成事業というようなタイトルにさせていただいているんですが、先ほど申し上げました広島県竹原市の事例をご紹介したいと思います。重要伝統的建造物群保存地区ということで、その中でも唯一千円町、塩作りで栄えた町竹原でございます。でこちらは塩をですね全国に供給をしていたという中で、大いにそれによって町全体が栄えました。でそれによって酒造り、そういったものも大いに栄え、そして、北前船が塩を運んでいるんですけども、その中で多くの方々が、往来して、町全体がやはり栄えていたというような、そんな歴史があります。そして、その中でですね、やはり多くの方々が、大変、町全体が豊かであったということもあって、文教の地ということで、さまざまな学問、教養、そういったものを磨いていきながら、洗練した町というものができていったというのが、この竹原の背景にあります。でそれを踏まえた上で、どういったイベント、取り組みができたのか、できるのかということを検討してまいりました。一つ、マルシェイベントを実施というところで、具体的な内容になりますが、こちらですね、2日間、地域内外から出店者の方を募って、にぎわいを作ろうということ、そしてあともう一つですね、竹原のブランド、こういったものを意識しながら、どういった方々、出店者さんを呼ぶと、そのコンセプトに合ったものができるのか、そういったところから企画をスタートして、実施をしていきました。でまた地域、もう町全体、全建築全体がマルシの舞台になりますので、地域の方々にもいろいろとご説明、ご協力をいただきながら、初めて開催されてきたイベントになります。はい。で、2つ目はですね、このマルシを通じて、出店の希望を聞きました。もし、この先、竹原で、お店を出店すると、これ定期的なですね、ものになったときにご興味ありますかということをお伺いしまして、でいつでも、機会があったときに、出店がしていただけるような関係性を作っていくというようなことで、地域の魅力、地域の考え方、また、候補となるような、そういった場所のご紹介なんかをさせていただいて、地域とのつながりを作りました。そして、もう一つ、多くの方々に知っていただく価値を上げていくという意味でのアートイベントを実施しました。でアートというのは先ほどの文教の精神、そういったところからインスピレーションを、作ってですね、実施をしました。で多くの方々に、マルシェだけではなくこの竹原を感じていただけるようなイベントということで、マルシェプラスアルファの付加価値というものをつけるということを意識して、作ったイベントでございます。ですので、私たちコーチとしては例えばどういったコンセプトでこのマルシェを作っていくのがいいのかとか、またどういった手法で今後未来につないでいけるような、仕掛けができるのか、で、またブランドだったりと立ち上げというところをどうやって具体的に一つずつできるのか、そのためにはどういった事業者さんを呼ぶのがいいのか、そういったところのアドバイスなんかがさせていただけるかなというふうに思います。そして高付加価値のポイントになりますが、先ほどと重複する部分があるかと思いますが、その精神というところを一つのコンセプトにしていくっていう中で、やはり町全体のブランドを上げていこうと
ということを一つのポイントとして、告発するポイントとして置きました。また、端的なイベントではあるものの、このイベントを通じて将来を作っていくという意味で、一つその、まあ、キックオフではないんですけども、きっかけとなるようなことっていうのが、やはり町として非常に価値の高い取り組みだったというふうに考えています。そして、収益を文化財に還元させるポイントというところになりますが、まあ、短期的には活用されて町に消費が生まれるということ、これはそうなんですけども、中長期的な視点としてこちらも重複するんですが、やはり町全体に人が呼ぶ出店者もという中で、町がやはり永続的に、にぎわいを見せるであったりですとか、やはり今空き家だったりとか有機施設、これは充電圏でも同じような問題が起きています。そういったところを埋めていく中で、にぎわいのある町をずっと作っていくためのきっかけを作っていく、まあ、そういったものは中長期的に、やはり町だったり文化財、町並みに還元できる重要なポイントだと考えておりまして、その点を非常に重視をしました。はい、では、そういった形で一応こちらの、事業というものを進めさせていただきました。私からの紹介は以上になります。はい、再び戻ってまいりました。私の方からはですね、無形文化のサンプル事例ということで、お話をさせていただきたいと思います。はい、私がですね、ご紹介をさせていただくのが、島根県浜田市の石見神楽でございます。はい、切り替わりました。ありがとうございます。こちらですね、伝統芸能石見神楽ということで、まあ、認知度も非常にあるようなものだったりするので、聞き覚えあるかなと思いますが、こちらのですね、石見神楽自体の、まあ、高付加価値と、関連産業を体験するようなツアー造成事業ということで、サンプルとして書かさせていただきました。島根県西部石見地方ですね、こちらに受け継がれている石見神楽でございますが、こちらはですね、私も最初見たとき、ものすごいびっくりしたんですけども、まあ、豪華絢爛な衣装をまとって、ものすごい、まあ、激しい舞もするし、あるいはまあ火花を吹いたオロチがいて、あるいはドライアイスがこう焚いてくるみたいな、まあ、これを昔から、まあ、もちろん進化をしてきてるんですけども、この圧倒的なエンターテインメント、すごいなというふうに思いました。そしてそれを支えている関連産業もすごいなと、本当に感銘を受けました。これはですね、もちろん日本遺産に今なっているようなものではございますけども、残念ながらですね、まあ、残念というか、まあ、事実としてなんですけども、まあ、来場者の観覧料としては今、1000円という状態でございます。これを仮にまあ30人、40人集めてもですね、まあ、先ほど少しお話しさせていただきましたが、まあ、自治体のいわゆるまあ補助金でまあ若干補填をしていると、それをまあ運用を日々しているというような状況でございます。まあ、地域とでもですね、これはお話をさせていただいて、まあ、なんとかやっぱりこういう状況を変えていきたいというのもありますし、その神楽だけではなくて、まあ、先ほど話をした石見神楽自体はですね、その豪華絢爛な衣装だったりとか、まあ、お面屋さんだったりとか、いろんなこう産業体の中で、ね、まあ、営みだというふうに思ってますので、それをまあいわゆる合わせてですね、まあ、コンテンツができないかというところが、まあ、非常に伝えたい文化の価値の一つなのかなと思っています。さらにはそれをですね、まあ、支えるのはやはりまあ50を超える社中ということで、しかもそれはまあ小さい子どもからまあおじいちゃんおばあちゃんまでやっているというところもありますので、これをしっかり、コンテンツにしていきたいなというのが背景になります。で、基本情報としてではありますが、浜田市石見神楽、振興プロジェクト協議会ということで、まあ、官民一体となってですね、まあ、協議会を作らせていただいた、その中で、申請をしたという体でございます。まあ、核となるですね、まあ、文化財に関しては、まあ、石見神楽、そして石州藩士というふうになっています。そしてこの中で、実施をするのがまあ4点というふうに書かさせていただきました。過去いずれも実施済みのものです。1点目がですね、石見神楽を支える、まあ、先ほどお話をした産業ツアーということで、まあ、特別ガイドをつけさせていただいて、まあ、神楽の衣装の制作工程をしっかり見たりとか、あるいは衣装の縫い子体験をちょっとやってみたり、あるいはまあ着付け、そのまあもう何百万もするような衣装をちょっと着てみるみたいな体験をさせていただいたり、それをお面の工房でやると
というのもあったりはします。はい。で、2つ目がですね、神社でのプライベートな特別公演という部分でございます。まあ、通常毎週ですね、まあ、1000円でやっているところをですね、しっかり室内を整えて、で、演者の、まあ、なぜ石見神楽をそもそもやっているのか、どういう思いで、これを続けてきているのか、そういったところを解説をさせていただいて、そして、まあ、オリジナル弁当というのもこしらえて、それを、まあ、食べながらですね、まあ、見て鑑賞していると。さらにはですね、鑑賞後には、まあ、演者と記念撮影ができたりとか、交流をして、まあ、いろいろお話をさせていただくというようなところが2点目です。2、3点目がですね、まあ、これ少しユニークメニューにはなるんですけども、まあ、水族館で石見神楽の特別公演ということで、まあ、市内の水族館閉館後にですね、まあ、貸し切りをさせていただいて夜神楽の公演をするという、まあ、少し新しい切り口での、まあ、夜神楽の発信というのもさせていただいて、そして最後にですね、まあ、先ほどお話をした、まあ、オリジナル弁当、これはどんなものかと見ていただければの写真の左下なんですけども、まあ、その特に、まあ、シンボルになるですね、まあ、そのオロチという大蛇なんですけども、それを少し見立てたアナゴのこう棒寿司を作ったりですね、まあ、見て楽しいし、食べて美味しいし、そしてそのストーリーともしっかり相関があるという、まあ、非常にいい流れもあるかなと思うので、こういったことをさせていただきました。で、これをですね、じゃあ、コーチが入ったらどうなるのかというとですね、まあ、例えば産業ツアーでいくと、まあ、じゃあ、ターゲットが誰ですかと、で、ターゲットがどんなことを求めているのか。それを受け入れる例えば工房さんというのは例えばまあ、普段なかなかそういうガイドを別にしているわけでもないですし職人さんの人にどういうことを喋っていただきたいのかそういったところを少しディレクションさせていただくみたいなアドバイスをやったりとかスケジューリングの部分だったりアピールポイントをしっかりアドバイスをするというのもコーチの役割かなと思っています。そしてプライベートの特別公演2本目ではですね、これ実際は、まあまあ、1000円を、まあ、1万円、2万円だったりとか、まあ、価格をだいぶ上げて、提供したんですけども、じゃあその1万円、2万円で売った時の中身って何があればいいのか、これをですね、しっかりコンテンツを、詰めていくというのも必要な部分だったりします。特にその大事なのはですね、本物に触れるという部分かなと思います。そういったところを意識しながら、まあ、価格に見合ったクオリティのチェックをしていくというのも大事かなと思っています。そして3点目が、まあ、お弁当に関して言うとですね、まあまあ、もちろん PL をしっかり確認しながら、まあ、地域の食材を活用して、地元の、まあ、ホテルさんと一緒にですね、特別感のお弁当は、あるお弁当をどうやったら作れるか、まあ、こういったところのディレクションをしていくというところでございます。はい。で、これをですね、まあ、踏まえた上で、高付加価値のポイントとしてあるのが、まあ、やはり郷土芸能の、まあ、鑑賞と、いうような、まあ、特別感のある公演はもちろんそうなんですけども、それだけじゃなくて、その神楽文化を支える、まあ、関連産業だったり、まあ、地域の観光施設、これを、まあ、相互にですね、有機的に結びつけることによって、まあ、新しい切り口ができるよね、新しい思い切った、まあ、いわゆるコンテンツを作れるよね、それの中で、まあ、地域の中で完結する部分も往々にしてあったりするので、まあ、再現性を意識したような仕組みを作るというところなのかなというふうに思っていますと。ということで、私の方からはですね、石見神楽を踏まえて、無形文化の事例をサンプルとしてご紹介させていただきました。ということでですね、これで大体30分ぐらい、過ぎましたので、一旦私と池上さんでお話をさせていただいた、まあ、今回の授業で、まあ、どういったところを、まあ、文化活用のポイントにしていくのか、そしてその部分をどうやったらコーチングとして、伴走支援をしっかりしていくのかというところをお話をさせていただきました。ということでご清聴ありがとうございます。全国からぜひご応募お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。この後は、コーチのお二人、文化庁様にご参加いただき、説明会総括、ディスカッション、参加者からの Q&A のコーナーに移らせていただきます。少し準備をいたしますので、少々お待ちください。
コーチの2人から文化財活用のポイントと事例紹介ありがとうございました。ここからはディスカッションを交えながら先ほどご紹介いただいた事例について詳しくお伺いできればと思いますが、山本さんが関わられた闇櫓について池上さんからお聞きになりたいことも何かありますか？そうですね、私も、全国回らせていただいている中で神楽っていろいろな神楽を拝見してきたんですけども、この闇神楽の魅力っていうのをすごくなんていうか分かりやすく表現されている、そういったコンテンツになってるなってすごい感じました。で、一方でやはり本質的なものをコンテンツ作っていくっていう観点でいくと、結構いろんな苦労あったんじゃないかなとご紹介あったんじゃないかなというふうに感じまして、そんな点ちょっと突っ込んでもう少しお伺いできたらなというところなんですけど、いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。先ほどですね、かっこよくポイント言ってましたけども、やっぱりもちろんうまくいかないことっていうのは非常に多いです。特にですね、やっぱりやったことがないことに関して、それは地域の人にとってもじゃどこがゴールなのかよく分からなかったりとかですね、じゃあ何がゴールなのかっていうところをしっかり、お伝えをするのもすごい大事なのかなと思います。特に今回ですね、私一番最初にこう石見神楽を見たときに、もうやっぱりすごい驚いて、本当に皆さん見ていただきたいんですけど、見たときにこんな、ある意味その文化財なのもすごいエンタメ性が高いものがあるんだと思いまして、でもこの豪華な衣装だったりとかおめでてどういうふうな背景であるのか、でここをもっと知れればもっと面白くなるんじゃないかっていうところに気づいてですね、地域の方ともお話をさせていただいて、じゃあ実際の工房を訪れて、その職人さんにどうやったら、どういう思いでやってるのかだったりとか、そういった本物に触れる、こういったところが文化としての本質的な価値なのかなと思って、そういうところをだいぶ大切にしたところでございますが、そこはやっぱり足を運ぶなりとか、いろんな、なんていうんですかね、いろんなやり方はありますけども、そういったところをですね、決して急がずにしっかりやっていくというのも必要なのかなと思っております。よね、ポイントって本当に簡単には言ってるつもりないんですけど、いう中で実はけどそれ以外の部分で目に見えない大変さっていうのはそれぞれあるなというのはすごい逆に安心しました。でもそれで言うと私これも本当お伝えしたいなと思うのは、やっぱり一番の成功は地域のもう非常にやる気のある役場の方がいたんですよ。でこの方がやっぱりもう原動力になって、そもそも石見神楽をもっと成功させたい、地域としてももっと日本中世界中に広めていきたいというやっぱり熱い思いがあって、そこにやっぱり打てば響く状況というのはすごい大事だと思うので、やっぱりそこのなんですかね、そこが幹だと思うので、そこがどこにあるかっていうのはそれぞれの文化財の地域でも見つけていくのがすごい大事なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。池上さんも地域回られてそういう、 こう熱意のある方たくさん触れてこられていると思うんですけれども、例えば先ほどの充電券でマルシェを開催した竹原の事例についてだと、なんかそういう方っていらっしゃった？そうですね、やっぱりいらっしゃいました。で、やっぱりいろんな観点でここに対してこういう思いがある、皆さん思いがあるんですけども、それを一つ一歩踏み出すっていうところの原動力になるキーマンと言われる方々、この方々が非常に大事だなっていうのはやっぱ常に思いますね。なんかそういった方と共同して進められてると思うんですけど、なんかどうやったらこう一体となって進めていけるかみたいな、なんですかね、そう心の扉を開くポイントみたいなのあった終わりだったと思うんですけれども、山本さんとかいかがでしたか？やっぱり思いを共有した、するってすごい大事だと思います。自分がやっぱり外の目から見て何に感動したかだったりとか、ここがすごかった、ここをもっとここまで持っていけるんじゃないかっていうところの、単純なやっぱり思いですよねっていうのはもちろん大事ですし、もちろんあとは昼しっかりこうやって議論するのもそうですし、もちろんあるいは夜しっかり飲んで夜お話しするっていうのも大事だと思いますし、やっぱりそういうのは、いかにある意味ウェットな関係というかですね、外から、例えばコーチングに入ったときにそこは信頼をしてもらえるかっていうのもすごい大事だったりするので、なんかドライな東京も京都もが来たんじゃないかみたいに思われてしまうとそれもそれで良くないので、やっぱりそこのしっかり心的な障壁をどう下げていくかというところがすごい大事かなと思います。そう
本当にもうおっしゃる通り、あるべき論ではめちゃくちゃ大事なんですけれども、それを前にこう地元の方の思いみたいなところをこう尊重した上で、事業を推進していくということは、やっぱりコーチの方々がこの寄り添って進めていただけるポイントかなと思いますので、午後迷われている方もぜひね、気軽に申請していただければなというふうに思います。逆にこう山本さんから池上さんにお聞きになってみたいことありますか？ ありがとうございます。充電券ってあんまりマルシェって私も聞いたことなかったので、すごい面白い取り組みだなと思ったんですけど、こう街をこう、まあ、ある意味こうすごい、なんですかね、でやった中で、いわゆるこうやった後の、まあ、地域の人の、まあ、感想とか、どういう、まあ、波及効果というかですね、そういったところのなんかやった後がすごい気になりました。どうでしょうか？まあ、正直、外から来られる方、お越しいただく方も、本当に竹原って広島市から大体1時間以上かかるんですね。で、まあ、なかなかまず来てもらえるのかとか、満足いただけるのかって、すごく気にはなったんですけど、それ以上におっしゃっている地域の方々の反応、ここで一番気になりました。で、やはり本当に大丈夫なのっていうようなお声も少し、実施前から、ちらほらは聞こえていましたし、まあ、これはもう、やっぱ実際にやってみて、ご満足いただいたりとか、意図をやっぱりご理解いただくっていうことは、もちろん事前のご説明させていただいてるんですけども、まあ、それしかないというところで、やっぱりそこを一番重要視して進めていきました。で、その中で、まあ、正直100点とはいかなかったかもしれないですけども、実際にはやはり、竹原で、またこの街並みでこういったことができるんだっていうこと、これはやっぱりすごく、まあ、正直そこまでできると思ってなかったと。というような、まあ、嬉しいお声をいただくことが、やっぱりたくさんいただくことができたというのは非常に良かったなと思いますし、実際に街並みの方々も買い物にちゃんと来ていただいて、そこからたくさん買い物していただいて、でこういうのあるよというので、娘さんが帰ってこられて、竹原すごいねみたいなことを、なんかこう家族の会話の中でしていただいたみたいな、そんなこともやっぱりお互いができました。ですので、やはり充電券というのは、やはり暮らしの場でもあるという中で、やはり生活、営みとどう共存していくのかということが、やはりこれを忘れると、何かこう、独りよがりのものになってしまいますから、すごく重要なポイントになりますので、そういったヒントというのも、今回の、イベントを通じて、できたかなと思いますし、まあ、こういった事業室が入ってきたら嬉しいよねみたいな、そういったお声なんかも直接。聞けることによって私たちもより解像度が上がっていく。でその中で、やはり地域とこう差分の出ないような形で、次の未来っていうのを一緒に作っていけるきっかけにはなったんじゃないかなというふうには思います。はい、素晴らしい。本当に小さくてもそういう小さい成功体験がこう取り組みを進める最初の一歩になっていくと思いますので、そう一歩一歩大事にしながら進めていきたいですね。ありがとうございます。ではここからは申し込み時に参加者の皆様からいただいたご質問にお答えしていければと思います。無形文化財の高付加価値化の手法、大礼や年中行事など地域住民が慣れ親しんだコンテンツの高付加価値化と考え方を教えてくださいと。ではこちらは山本さんからお願いします。はい、ありがとうございます。お伝えしたいこととしては3点あるかなと思っていて、まずやっぱりその地域住民が慣れ親しんだコンテンツっていうのは何が価値があるかっていうのが分かりにくかったりする。さっきの岩見神楽だったら本当に衣装だったりとか、そのお面だったりとか、そういったものってやっぱり外の目利き力がある人から見て、これは本当にまあさっきのすごいよと、でここを伸ばすべきだっていうような外からの目線っていうのを必ず入れた方がいいというふうに思いますっていうのが言って、で、あと2点目に関しては、これもさっきの岩見神楽に通ずるところあるんですけど、コアにすべきそのまあ本質的な価値って何なのというところの、そのどこにそれを置くかですよね。で、岩見神楽の場合は、その本物に触れるっていう、で本物って何なのっていうと、岩見神楽を実際に支えている相手さんにしっかりお話を聞いたり、思い聞いたりもそうですし、それは関連産業の、まあ、職人さんのお話を聞いたりとか、いかにそれが難しいかとか、そういったところで理解を深めていくっていうのは非常に大事かなと思うので、そういったところって、やっぱりなかなかこう、ありがたみがあるというかですね、普段聞けない話だったりするので、そういった時に無形であれば人がやっぱり成り立ってるものだったりするので、そういったところに触れる体験機会をどうやって作れるかというのが2つ目
で、3点目が、まあ、特に私がよく祭りをやってたともあるんですけれども、やっぱり年に1回のものだと、なかなか例えば PL だったりとか、こう収支上合うか合わないか、そのために、まあ、そもそもその運営で忙しいとか、まあ、そういった話もあったりするので、まあ、突き抜けてれば別にいいと思うんですけど、そうでなかったら、例えば、まあ、よくお祭りだったら晴れの日、けの日って考えがあるんですけど、まあ、その晴れの日、非日常の本番ではなくて、いわゆるけの日、日常ですよね。その中でも、まあ、関係者っていうのは準備をしたりとか、制作をしたりとか、しかもその中が少子高齢化の中でやってたりするので、そういった担い手の不足を解消しながら、そこをいかに有料コンテンツにしていくか、そこでファンを作っていくかっていうのも非常に大事な取り組みかなと思うので、そういう年間を通じてある程度複数回できるようなコンテンツをどう仕立て上げていくかっていう考え方が非常にその PL 上も大事になってくるかなと思うので、ちょっと3点挙げさせていただきました。ありがとうございます。では続いての質問です。日本文化や歴史をあまり知らない欧米のインバウンド顧客に簡潔で分かりやすい伝え方のコツや手法はありますが、ちょっと難しいですが、これはお二人にお伺いしたいと思います。はい。池上さん、いかがでしょうか。難しいですよね。はい。難しいですね。まあ、私、先ほど、まあ、紹介の時にいただいたんですけども、宿泊事業というのをまあ推進していく中で、やはり歴史を伝えるということをすごく大事にする中で、やはり毎回こう頭を悩ませる部分ではあります。で、まあ、まずはお越しいただく方々、どういった方々なのか、で、どこまでのご説明であれば、歴史の価値というものを感じられるのかというところを事前にやはりリサーチしておくことがすごい実は大事で、そういうことをガイドさんもどこまで何を伝えたらいいのかということが分かっていると、やっぱり力を発揮していただけるので、まあ、その中で、どうかというところがあるんですけども、まあ、その中でやはりちょっとなかなかやはりあまり知らないということになると、まあ、やはり細かい説明というのはほとんど入ってきません。ですので、やはりこの持っているなんでしょう、ポテンシャルだったりとか、まあ、すごく簡単に言うと、インパクト、まあ、そういったものが非常に重要です。で、まあ、主役の話、ちょっと言うと、まあ、どこも鉄砲出るわけじゃないんですけども、やはりその一つ、そのストーリーの中で、その歴史を追体験するっていうような、リリースストーリーっていうコンセプトの中でやってるんですけども、そこで鉄砲が。誰だというような話の中で、鉄砲隊って鉄砲がいるんですけども、そんな方々のやはり演技っていうのは、もう100%、そこでこうぐっと心が惹かれるものになります。そういったものをやっぱり一つ持っておくっていうのは、非常に重要です。そこからどんどん歴史に興味を持っていただくと、少しずつ歴史の話を入っていくと。で、最終的にはある程度歴史を理解してお帰りいただけるような、まあ、そういった仕掛けができることが重要なのかなというふうに思っています。ありがとうございます。山本さん、いかがでしょうか。いや、私、この話聞いたときに、なんかもう少しキャッチーなことを思いついちゃってですね。お いや、やっぱり、例えば歴史をあまり興味がない人とか知らない人に対して、江戸ピリオドからやってますって言っても、あんまりピンとこないんですよね。そうじゃなくて、やっぱりその人にとってのワクワクとか楽しさ、そういったところにまず訴えるのがすごい大事だと思います。まあ、例えばその SNS、インスタで、さっきの石見神楽だったら、オロチのトグロに巻かれてる写真が撮れるよ、みたいな。文化財の本質じゃないんですよ。本質じゃないけども、やっぱりそれぐらいハードルを下げて、あ、こんな面白い絵が撮れるんだったら行ってみようかっていうところもまず、動機を持たせてあげると。で、そこでやっぱり大事になるのは、私、ガイドと思ってるんですよね。地域の方が来てもらった人に、なんでそもそもこんなことをやってるのかみたいなのを、簡潔にシンプルにお伝えをする。そうすると、やっぱり疑問っていろいろ出てきたりするので、そこからしっかり文化財の本質的な価値っていうのをお伝えをするみたいな、こう、最初。できるだけこうハードルを下げて、そこからしめしめっていう感じが多分いいんじゃないのかなと思ってます。はい。入り口を広げるというところです。と深めていくというところ、両立が必要ということですね。はい。ありがとうございます。では続いての質問です。本事業における2カ年計画の考え方、捉え方を具体的に教えてください。こちらは文化庁の原さんから書いていただけ私ますかでしょうらか。説明します。もちろん、この予算自体は単年度で取ってますので、まあ、来年度予算事業として本事業が措置されたときに、再度、を申請いただく必要がありますと。また、今年度採択されることが、来年度の採択を約束するものではないという前提ではありますが、文化財の取り組み、先ほど急がずにじっくりというお話もありましたけれども、なかなかすぐに1年で、コンテンツの販売まで至らないケースもあるだろうと思っています。
今年度の事業に関しては、例えばコンテンツの、実際作ってみるということとか、あとはモニターツアーみたいなことをやっていただいて、来年度に実際その内容をブラッシュアップしながら販売いただくというようなこともあり得るかなと思っています。この事業に関しては、そういう時間をかけて事業を、2カ年で進めていただくことも可能だと思っております。ありがとうございます。事業計画をするにあたっての、例えば2カ年計画の考え方って何かありますか、池上さん。そうですね。今ちょっとごめんなさい。原沢さんの話聞いて、改めて、これもなんかこういう言い方していいのかな。ありがたいな。ありがたいですよね。ありがたい。マジでありがたいです。やっぱり結構単年でやってくださいというところがやっぱ多い中で、先ほどからずっと山本さんもそうですけど、再三お話してる。地域とのやっぱり調整、いろいろなやっぱお話し合いの中で一つ作り上げていくことっていうのが、やはり長期的に見たときには、2年、3年、4年って続くことに一番やっぱり直結するというふうに思っています。そういう意味でやっぱり単年ではなくて、長期でしっかりとしたものを作って、それがいい形で販売というか、お客様のお手元に届いて、だからこそ多くの方々が集まって、やっぱり事業としてもずっと継続ができると。なると、やっぱりそういった形で事業計画を作っていくことになれば、やはり当然成功しますし、それを最初に言っていただける、これ非常にありがたいなという正直な感想です。はい、いや私も、ね、一言言いたかったなと思ったのが、はい、やっぱりいろんなこう、ね、補助金事業とかも、やっぱりその本来やるべき目的と、その実際に補助金が取れてしまったときに、やっぱりそれをなんとか納品しなきゃいけないとか、やっぱりその手段と目的が逆転してしまうときって、やっぱり事業者側からするとあるんですよね。でそれが最初ちょっと私が冒頭にお伝えしたような、その結局それ頑張ってしまって再現性がないものを作ってしまったりとか、そういったところに行くと、じゃあ何のためにこれをやってたのっていう地域ががっかりしてしまうようなところに行き着くので、それはやっぱりできるだけ、もう国としてやめるべきだと私も思っているので、そうではなくてやっぱり長期的な視点でこういった事業の、制度設計をしていただけるのは本当にありがたいなと思うので、しっかり腰を据えてやっていきましょうというところでございます。はい、ありがとうございます。では続いての質問です。応募内容が固まっていないが応募してよいでしょうか。はい、これはもうお二人の説明の中でも話した内容かなとは思ってますが、今回の事業では今まで活用に取り組んでなかったような文化財でのチャレンジっていうのをすごく期待しています。なかなか一足飛びに今回紹介した事例のようなコンテンツ造成を行うのは難しいというふうにお考えかもしれませんが、採択決定から更新生までの間にどうすればインバウンドが読み込めるようなコンテンツになるかとか、持続可能な体制になっているかとか、目標決定は妥当かですとか、そういった点において、コーチによる伴走支援というのを行わせていただいて、アドバイスを行います。でまずはこの審査の観点というところですね、よくご確認いただいて応募いただければ幸いだと考えています。ありがとうございます。山本さんからもいかがでしょうか。はい、そのために今回コーチングという制度があるのかと、なんか言わされてる感じもしますけど、はい、ぜひ伴走支援をですね、私は池上さんの方で、他にもね、いろんな方もいたりすると思いますけども、はい、コーチと一緒に作り上げていくというところがあるので、あんまりこう気負わずにですね、未完成でも全然いいかなと思うので、ある意味ね、ポテンシャルでいくっていうのもあるかなと思いますので、そのあたりは気にせず応募いただければいいのかなというふうに思います。ありがとうございます。では続いての質問です。採択件数は何件程度を予定していますか。こちら原さんから、採択件数については、予算額の範囲で調整することになりますし、この事業に関しては補助上限額というのも決定されていないものですので、特にこの数字というのはございませんが、今年度数十件の採択をしたいというふうに考えております。ありがとうございます。続いて二次公募などを行う予定はありますか。こちらもですね、二次募集については現時点では予定はございませんが、予算額の範囲で、再度募集をかける場合もあるかと思っています。ありがとうございます。続いて伴走支援を行うコーチの人選に関して、申請者から要望することはできるのか。気になるんです。そうですね、山本さんがいいですっていうのはいけます。原さん、採択後は申請者において感じられているような課題ですとか、ご要望に応じてご相談しながら講師を決めさせていただきたいというふうに考えてます。ありがとうございます。では、最後に皆様から一言ずつ、ご感想いただきたいと思います。では山本様からお願いします。
はい、ありがとうございます。もうあっという間の1時間取ったかなと思いましたけども、私、いろいろと文化財の、その観光活用のポイントをお伝えをさせていただきました。ただ、それって、もちろん大事ではあるんですけども、それよりも前にお話をさせていただいた、どうやったら自分たちの地域が誇れる文化財を次の世代に安心してその継承できるのか、ここが非常にポイントかなと思っています。それを後押しする今回の事業でもあるのかなと思うので、こういう事業をきっかけにですね、やっぱり自分たちが本当に大事にしたいものを、なんですか、今無理して頑張って文化財を回してるのを次の、世代になかなかそのまま渡すっていうのは、私はそれは今の世代の人たちの、責務だと思っているので、そういう意味でですね、今回事業をうまく活用していただいて、そこをチャレンジをしていただきたいなと思うので、ぜひお待ちしています。ということをお話しさせていただきます。ありがとうございます。池上さんからお願いします。はい。文化財っていうのは、その地域のそれぞれの魅力っていうものが詰まっているとか、そのルーツだったりとか、そういったものが詰まっているということで、その地域地域で、もう本当に100個文化財があれば、100個の魅力があるというふうに思っています。ですので、それぞれのものを磨き上げていくことで、やはり日本全体のまたこう、なんでしょう、魅力の向上にもつながりますし、で、本当に都市一極集中ではなくて、さまざまなやっぱり地域の魅力っていうものを、やっぱりこう、味わっていただける、感じていただける、そういった今回、これ、取り組みになるんじゃないかなというふうに考えています。ですので、私たちコーチとしても、解決策も100地域あったら100通りあると思ってますので、皆さんと一人一人とやっぱ向き合いながら、一地域様と向き合いながら、やっぱりしっかりといいものを、やっぱり一緒に作り上げていければいいなというふうに思っておりますので、本当にどんな些細なことでも結構なので、いろいろなご相談をいただきながら、一つやっぱり一緒に作っていければというところで、本当に、なんでしょう、ちょっとこれはどうかなと思って悩まれている方は、ぜひ、まずは応募してから考えようということで、どうもお待ちしております。ありがあとうごりざがいとうまごす。ざいます。では最後に、ふかちゃん、お願いします。この事業は、京都移転を契機として、文化観光の取り組みをさらに進めると。という観点から、今年度からの新たなチャレンジとして、創設した事業になります。京都移転の具体的な成果としても、文化庁としてこの事業を通じて、文化財の持続的な保存活用の姿を作っていきたいというふうに考えていますし、京都から全国で文化財を活用した地方創生を進める上で、こういった講師の方々による力強い伴走支援をいただけるというのも、この事業のユニークなポイントだと思っています。ぜひ積極的にご応募いただければと思っております。ありがとうございます。では以上でお時間になりましたので、説明会総括を終わりにさせていただきます。この度ありがとうございました。皆様の応募お待ちしております。以上をもちまして、令和6年度全国各地の魅力的な文化財活用推進事業公募説明会を終了とさせていただきます。事前にいただいたご質問で本日回答できなかったもの、またこの後のアンケートフォームにね、ご質問いただいたものについては、後日文化庁ホームページにて回答を公開予定です。本説明会の動画につきましては、文化庁ホームページにて公開を予定しております。見逃した方、もう一度見たい方はご視聴ください。最後にご退出の際にアンケートのご協力をお願いいたします。長時間にわたりご視聴いただき、誠にありがとうございました。